外観シェフィールド・ウィンター・ガーデンシェフィールド・ウィンター・ガーデンは、イギリス・イングランドのシェフィールドにある、過去100年の間に、イギリスで建設された、最大級の温帯温室であり、ヨーロッパでも最大級の都市型温室である。世界中から集められた2000種以上の植物が、展示されており、年間200万人以上が訪れる。2002年12月に公開され、 翌2003年5月22日、女王エリザベス2世によって、正式に開園された。1億2000万ポンドを費やした、再開発計画ハート・オブ・ザ・シティの一環として、建築家、プリングル・シェリットと、ビュロー・ハップルドによって設計された。長さ約70メートル、高さ約21メートル。摂氏4度まで下への耐性があり、グルーラムで構成された。 建築物としてはイギリスで最大級である。使用されている木材はカラマツで、時間の経過とともに銀海色になっていく。カラマツは防腐剤やコーティングを必要としないため、溶剤の使用が削減され、植物に害を及ぼす可能性のある化学物質の使用も回避されている。中央監視装置により、ファンと通気口が制御され、内部は夏は涼しく、 冬は暖かく保たれている。季節の変化に応じ、展示植物は年に5回交換される。植物への水やりは、ホースや上路で行われる。ミレニアムコミッション、シェフィールド市議会、イングリッシュパートナーシップから、資金提供を受けている。シェフィールドウィンターガーデン、ガーデン・イン・シェフィールド、シェフィールド、ザ・アウッド・ドアシティ、2020年7月11日、閲覧。 AB ウィンターガーデンオープニングアワーズカット BBC ニュース HTTPS www.bbc.com ニュース UK イングランドサウスヨークシャマイナス1467万9356 2020年7月11日閲覧 Go to Town Magazine ハットタントフララルシェフィールドシティカウンシルアーカイブド2006年4月28日 アットザウェーバックマシン、ありがとうございます。